遣洋行がドミニカのフアン・グスマンに挑戦した。ヨネクラジムの中島選手がパートナーを務めたんですが、その時に具志堅選手が右を振ろうとする時にふっと左が下がることがある、ここに右が当たることがある、あれは要注意でしょうと言ってました。52年10月9日、具志堅に挑戦状を叩きつけたのはタイのモニシャム・マハチャイだった。いいようにパンチを出しています具志堅です。しかしここで気持ちを引き締めるように、3度目の防衛に成功した世界ジュニアフライ級チャンピオン具志堅洋行は、パナマのハイメリオス、韓国のチャン・サン・イル、ベネズエラのリゴベルト・マルカーノの挑戦も退け、タイトル防衛の記録を伸ばした。あーそうですね、今のあのダウンも足踏まれたんじゃないですか。そうでしょうか、だいぶ踏まれています。はい、逆にこういう時は踏んでやれってことよく言いますが、なるほど、ディオスは足を踏んでいます。意識的か無意識か分かりませんが足を踏んでいます。左のアッパー、あーっと右のアッパー入った、左の服、右の服、左は空振りだ、左それ右のアッパー、顎を捉えた、具志堅の猛攻、具志堅の猛攻、上体を打ってやっとパンチを受けます。ディオス右を振るった空振り、もうあまりスピードはありませんが、スピードはないが、さすがに当たる具志堅、もうね、グロッキーなんですよね。グロッキーですね、ここはチャンスですね。チャンスですね。いいよ、ストレッカリー、チャリー、チャリー、チャンスだ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 、石川攻める、石川攻める、時間がもうあんまり残ってない、あんまり残ってない、もうこう続ける、石川左スク、左のストレート、このダウンを取るか、ダウンを取るか、三振カウントを取るか、いや、ゴングです、ゴングです、こちらまでゴンがあんまり聞こえませんでした。しかし、あーストップ、ストップです。ノックアウト。力つきましたね。力つきました。力つきました。ハイメリオス。具志堅苦しい試合でしたが勝ちました。これで3試合ノックアウト勝ち。アツーストレート顔面。ボディーブロー。
岡部さん。はい、平原さんどうぞ。挑戦者側ですけれども。宮沢さんどうぞ。はい、チョン選手の傷なんですけれどもね、はい、左の目の上、長さが3センチ、宮沢さん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 、ちょっとどうでしょうか。すぐに立ち上がりましたが、やや戦意喪失という感じは。本人はやりたがってませんね。あんまりやりたくないという感じ。結局ストップ、ストップ。さあチャンスだ。あと時間は15秒。マルカロンパンチ、スピードがなくなっています。具志堅チャンスです。いやいや、ちょっと踏み込み足りない。かなり具志堅はパンチを打っていますから。注目しましょう。しかし具志堅も相当この前のラウンドはパンチを出しているか、疲れているか。右左右のアッパー、相手を流し左右のアッパー、すごいパンチだ、すごい攻撃だ、具志堅のすごい攻撃。マルカのダブル、ああうわ、ワンツーで左のスクラッチ、最後は決めて、いや素晴らしい。マルカのしかし起き上がろうとしています。ダメですね。カウントは8、9、カウントスタート。具志堅7回目の日本新記録、タイトル7度目防衛、見事なノックアウトで飾りました。プロ的なし、日本ボクシング界のアイドルとなったチャンピオン具志堅用高は、パナマのアルフォンソ・ロペス、フィリピンのチト・アベラ、チリのマルチン・バルガスを下し、世界タイトル12回防衛の偉業を成し遂げた。特に最近ノックアウト、ノックアウトで勝ってきている具志堅にしては珍しいようなまずいボクシングをしています。右のアッパーから左のスクー、ロペスの左右のスクーを打って返します。特にあの左をミスすると具志堅がミスしますと、あの右が危ないですね。そうですね、ね、当たらますからね、はい。今まであのフィリピンの選手というと状態柔らかく、もう腰の関節が本当にグニャグニャするような選手が多かったんですが、アベラは本当にちょっと間を打っていきます。つい左が当たった、右、今度はどうだ、今度はどうだ、ダメですね、ですね、今度はもう勝てないでしょう、ダメでしょう、ナイン、テン、具志堅のカウンターが出ています。左ストレート実によく決まりますね、左、Thank you.